皆さん、毎度ゆかりんです。今日は奈良県宇陀市にある竜鎮神社に来ました。それでは早速行ってみたいと思います。この道をずっと行ったところにあります。それでは行ってみます。今歩いてます。周りはこんな感じです。ところどころに雪が積もってますね。あとね、この辺ね、すっごい大きな岩がいっぱいあるんですよ。ちょっとブレないようにブレないようにとか言いながら、毎回ブレてますが毎回ブレてますが、今回もできるだけぶれないようにそーっと行きます。いや、この辺ね、苔感がめっちゃいい感じなんですよ。それでは、頑張って歩いていきたいと思います。わかりますかね。つららが、つららができてます。つららなんてね、ほんと初めて、初めてじゃないよ何十年ぶりや、見た。初めては言い過ぎやけど、かなり言い過ぎました。すげえ、久々に見たな、つらら。あ、あそこにも、あ、この辺いっぱいある。あー、わかるかな、わかるかな。ほら、よし。わー、すげえ。あそこにもありますね。いやー、すごい、いっぱいある。いや、なんかちょっとテンション上がります。久々に見たー。竜鎮神社に到着しました。それでは早速行ってみたいと思います。結構ここ滑りやすいので、滑らないようにそーっとそーっと行きたいと思います。よいしょよいしょ。いや、っていうか止めろよみたいな止めて降りろよみたいな感じですがまあちょっと一回止めます到着しました。頑張って降りてきました。滑らないように。降りてきました。いやー、寒いですねよいしょ。ちょっと足滑らないようにあ、ちなみにですね、ちょっと分かりづらいかもしれませんがね、ここめっちゃ深いんでね、本当に落ちたらもうマジでシャレになりません。ほんまに本当にシャレになんない。見た目以上にめっちゃ深いんです、ここ。いやー、ここはめっちゃ癒される。本当にかなりすごいと思います、ここは。本当にめちゃくちゃ癒しスポットです。もう充電される、本当にここに来たら充電される、本当。あ、でもね、寒い。ちょっと指先が痛いです、やっぱり。いや、毎回言ってますが痛いです滝のそばは寒いです。そして指先が痛いここの水はね、すごい綺麗なんです。わかるかな、わかるかな、ここの水すごい綺麗なんですよ。ここが
拝殿になります。で、ほんであっちが反対側に御本殿があります。じゃん。ここの神社は龍神様が祀られています。龍神様、瀬織姫が祀られています。あっちに行くにはね、ここを渡っていかなくてはなりません。ここを渡っていかなくては、足滑らしたらマジで終わった。この時期に足滑らしたら本当にもうほんまにもう最悪マジで。なので、今日は行きません。あっち側には本当に夏だったらいいけど、もうこの時期マジ濡れたらもうマジシャレならんしな、ほんま。ということで、あちらには今日は行きません。こんな感じです。皆様、最後まで見てくださってありがとうございます。次もどっかいいとこ見つけていきたいと思います。それでは次回もお楽しみに。あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。またねー。